次の環境大型教えます。皆さんどうもタイガです。それではねやっていきましょうか。ミノガール使っていきたいと思います。はい、サイクロガール加工されましたが未だに強いと思います。ただ、加工されていない、まあ直近ではですね、されていないミノガール、このキャラがですね、今までのサイクロガールと同じぐらい、出現率が増えるんじゃないかなと予想してます。やっていきましょう。まあ、何度も再販があって、まあ、持ってる方もね、多いとは思うんですよ。まあ、もちろん持ってない方もいらっしゃると思いますが、このキャラね、たびたびね再販来ますので、その時にね頑張って、ね、手に入れられるといいんじゃないかなと思ってます。それではやっていきます。でミノガールなんですが、ミノガールはですね、半時計回りにブーメランを投げます。下側からですね、下側から投げて、ぐーっとこうやって回って回って回って戻ってきます。はい、それがミノガールの性能です。さあ DK とか行こうか。オーマイガー、こういうところで切ると結構強いですね。今これ何をしてるかっていうと、自分の砦を守りながら相手の第三砦を圧かけてます。はい、今このブーメランで分かりました。めちゃめちゃ削ったの。はいはいはい、ディケイドさん、てか太っちょ負けそうで草なんだけど、あ、困ったらフォア側行きましょう。ここから行ってあげればスキル打てばブラドラを止めてくれると。でそのままねポセイドンにまで行ってくれると思いますんで、かなりいい感じですね。あ、それ痛いな、もったいない。ここだけちょっとカットするか。はい、パシュッとポセやってほしいんだよね。はい、やってほしいんだけど、やれるかどうかはまた別の話。やってほしい。 OK。 あー取られちゃったね。まあでもこれいっちゃうからやドラモン。太っちょやられたのもったいないけどね。本当は太っちょ、おー太っちょどころじゃないな。トルドン取られてるわ。太っちょごめんなさい、太っちょにね親と落としてもらおうかと思ったんだけど、それは失敗しちゃった。これシマリスリーダーじゃね、違うかな。HP バーめちゃめちゃ高い、長い気がするんだけど。痛い。コストはあるからちょっと剣士ばらまくか。ここもね圧かけていけば多分大丈夫と思う。でここから多分ビート止められないと思うから、相手3、2、1、ここビートでいこうか。あ、取れる取れる。 OK、 これ干渉いけますね多分。というわけでね、まあ、今のミノガールの使い方はちょっとキャラ置くとなんか煽り剣士みたいなやつだから置かないけど、置き切ってからここだね。あ、置けないか今。この左から2番目の豆のちょっと上で第2砦の真裏なんだけど、第3砦に圧がかかる位置で、第2砦の正面まで行って砦の、ね、前に来るキャラを殴ってくれる位置、そのおかげでね上の太っちょをコストをそこまで使わずに、処理できたといったわけですね。はい、それではねやっていきます。まああとは今先出ししたんだけど、後出しのミノガールも結構熱くて、まあ後出しでミノガールを切ると大型対大型戦でノーダメで大型を狩れるっていうね、まあ、サイクロガールも射程を使ってノーダメで狩るっていうことをやってたと思うんですけど、ミノガールは、まあ、射程というか射角を使ってそれをやるみたいな、そんなイメージ。これでいってみようか。どっちも支援なんだけど全然悪くないと思う。どっちかっていうとミノガールの方が対大型戦はやれるんで、ブラドラガールを先に行ってあげて、でそこに、ね、出してきた大型に対してミノガールを出して、でその大型をブラドラガールと一緒にやりに行って、相手が嫌がってミノガールを倒しに来たら、それをね爆王子を合わせて倒すとか、そんな感じですね。もう行っちゃいましょうか。じゃあ、はい、あー、サタンはね、ちょっと話が違う。それになっちゃうと、ちょっとやりづらいね。闇玉打たれちゃうとあれだから。あー、なるほどね。じゃあ、ここで抑えよう。ここで抑えてあげて、今これブーメラン、ガガ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 、タダンヒットする位置ですね。まあ、ヒッちゃうかもしれないけど、大丈夫。もう十分。やれると思う。はい、というわけで、体力までいっぱいありますね。で、これやられたくないんで、ビートルでカットしましょうか。助けてあげよう。はい、助けてあげようか。ひたすら助けてあげて、でコストもあるんで特に問題なし。まだ15あるからね、十分だね。
はい、というわけで勝ちは確定かなと思います。今のうちに第3マスかけちゃうか。こっからもう見逃し止まんないよ。ちょっとそのなめこの栽培は痛いけど止めるのは厳しいと思う。はい、コラボネフ出して2手出してくると思うんで、ここにビート流してあげて、あでもコンボだったね。まあまあでも勝てるでしょと。まだ10コスも余ってる。今みたいに先に他の大型を行って、でそこの大型に対して大型を切らして、それをミノガールでやりに行くみたいな。まあ今クイーン B がね、もうあクイーン B も一緒に来ちゃったんだけど、あれもしクイーン B が一緒に来なくても先にミノガールその大型をやりに行って、で中型火力を合わせるとか、その大型に対して、アドから3ミクルネオハスに対して火力を合わせるとかも全然ありです。ただありなんだけど、サタンが相手だったからミノガールすぐ行きませんでした。まあ至って理由はシンプル、闇玉で引っ張られちゃうから。はい、それでは続いていきましょう。まあ、ミノガールのね、使い方としてはこんな感じ。とにかくなるべく敵の正面には置かない。一戦目だけだね、正面に来る可能性があるのに先出ししたまま。あれはもうコストカットするために使ってるから、正面にキャラを置かれた時にその後ね、その正面から来るキャラを倒すっていう前提で使ってます。一番強いのは、まあ、その使い方も強いんだけど、一番強いのはやっぱり大型先に切らして一方的に殴ってノーダメージでミノガールで倒すみたいなことができると一番強いです、間違いなく。さあ太っちょ、第1は裏技と打たいね。第2取りで欲しいな。1、2、ナイス。ベビーは置こうか、マリオも置いちゃおうか。さあスパパンと、なるほどね、ちょっと反応がいい、ワンテンポ落としちゃったな。それで来なければいいんだけど、大型が。あ、ラッキーラッキー。でここはね、逆決めがいく、一方取れるキメラガールさん行って、あ、三輪で来ちゃったなこいつ、マジか、お前天才だろ。まだ倒せるからいいでしょ。さあワオを押して、だいぶキメラガールのことも嫌がってるんじゃないか。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。あとはお相手マリオネットに困ってますね、こういう感じ。マリオ対マリオ、どっちがスキル打つか勝負してる。はい、というわけでね、ミノガール使わずに終わってしまいましたが、今のでキメラガール出してブルドラやりました。でそのキメラガールを倒すために切ってきた大型が見えた瞬間に、それを一方的に流れる位置のミノガールを召喚するんですよね。もうそうするとミノガールがほぼノーダメでそれも倒してくれるみたいな、それがミノガールのもう本当に鉄板の使い方かなと思います。はい、それでは続いていきましょうか。ミノガールの動画なのにね、ミノガールがね、召喚されずにミノガールの使い方を解説しきるっていうね、謎の事件が起こりましたが、はい、まあ、今回使っていきましょう。まあ、あとは、まあ、今ミノガールをね、見せてますけど、ミノガールが一番強いのは、裏でも強いんですけど、アビさんっすね。アビさんが本当にやばいです。まあ、コンボ HP アップっていうね、ステアップの恩恵がつくんですけど、まあ、それによってね、火力も上がるんですけど、タランヒットなんで火力がね、本来のキャラよりもね、やたら上がってるように感じるのと、あとまあやっぱ耐久値ですよね。その分ね、ブーメランがね、1回2回多く投げられるって普通にやばいと思います。あの超火力の広範囲ブーメランを1回2回多く投げれる、素晴らしすぎる。しかもミノガールのいいところって、もう歩いてればスキルが発動するわけじゃないですか。なので他のなんかスキル打たなきゃ負けなんだよみたいな、サタン打てよ、天狗打てよみたいにならないっていうね、ところもいいところかなと思ってます。これはね、こっからミノが行く、で一気にやってもらおうか。このねブーメランでね、ガリ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 削ってもらって、はいはいはい、あ、サラクルどこでも、ガリ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 、さあガリ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 、止まったね、ガンガン止まろうか、悲しそうだけど、大丈夫かな、大丈夫そうだね。まあこう最後は仕方ない、ちょっとコストがねカツカツではあるんですけど、お相手もそんなにコストないと思うんで、でこっちは大型が1本残ってて後ろにビートルが流れてると、完璧ですね。そしてあの朝倉陽がこっからオーバーソーで素晴らしい、
もうこうなったら終わりかなと思います。で第2の朝倉を召喚してどうしまってそれバーンと倒して、ミリですけどね、残ってます。まあそれ後ろ放置ですね。こっちは第3取って干渉もらいたいんで。はい、というわけで完全勝利ですね。中型を全部ね、下ライン、真ん中から下ラインの中型全部殲滅してもらって、さらにバルガを倒してゴレガを引っ張って砲型を合わせてやりきった。これで先見出しミノガで、今うまい感じに先出しっても相手のバルガの方が早かったですけどね。おこっちの方はミノガールのが先に出してうまくいった感じですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ミノガールでございました。いかがでしたでしょうか。はい、耐久値で4123とね、やたら低く感じるかもしれませんが、はい、このキャラはね、中遠距離がっつりやれるキャラなので、まあこれぐらいが妥当かなと思ってます。でこのキャラは S ランク、サイクロガールが、今回下放されました。下放されましたけど、下放される前のサイクロガール最強環境の時ですらこのキャラは S ランクでした。サイクロガールをやれる可能性が高いといったところもありました。でサイクロガール今回ね下放されましたけど、未だに多分強いと思います。でそのサイクロガール未だに強くてまだ出てくると思うんで、そこもメタれるところ、前よりも安定してメタれるよっていう部分も含めて、ミノガールめちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。